チャムロン・シームアンは、太陽国の政治家、宗教家、元軍人、副首相、万国都知事を務めた、陸軍主管学校を卒業し軍人として少々まで昇進した後、政治家に転じる、パラン・タム等を創立し当主を務めた、仏教集団サンティアソークの熱烈な支援者としても知られる。1992年には、 軍出身のスチンガー首相に反対する民主化運動を指導するなど反強権政治の指導者として活動しており21世紀に入って以降のタクシンチナワットをめぐる政治情勢の中では反タクシンの立場を明確にしているしかしながら実業家であったタクシンが政治家となり結果として権力のうまみを知ることになったのは1994年パランタム島への 入党がすべての始まりであり、それを実現させたのは他ならぬチャムロン自身であった。2008年11月から12月にかけてスワンナプーム国際空港封鎖デモを起こしたことで知られる民主市民連合の背後にはチャムロンの影響もあるとされる。ありがとうございます。